フラハスランデンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する市場長。フラハスランデンは、アンスバッハの北東、バート・ビンツバッハとのほぼ中間のフランケン平営、自然公園内に位置している。フレンキシェル・エッツト川、ビーバート川、メトラハ川、チェーン川と、渓谷の多い地形は、典型的なフランケン地方の風景を、ハイキング客に提供している。 この町は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ドイツの最も古い同様の作詞者で、作家のフリードリヒビルヘルムギルは、一時期、フラハスランデンで、教師として暮らしていた。フラハスランデンの議会は14議席の議員と、主張からなる。ズ柄、ガラ、銀字で基部から髪型に長く、大きく、赤い三角図形。 その中に銀のリング、三角図形のおでに分割された、向かって左は青い山の花、向かって右は黒い十字架。フィルンスベルクの集落としろこの町にある見るべき建造物としては、セーラウレンティウス教会が挙げられる。10世紀に創設された教会で、ドイツ騎士団の教会でもあった。建築はバロック様式から初期古典様式への過渡期のもので、 ゾンダーノーエ地区にある、フィルンスベルク地区にある、ドイツ騎士団の城もここに挙げる価値はある。この町は、連邦道 B13 号線及び、修道アンスバッハのイシュタット線沿いに位置する。ありがとうございます。